僕もやりたい、みんなと。闇のストーリーナイト、描き出す夢は聞き分けを知らない。レボリューション、エナンテサーチンライト、存在を映し増す風の仮面を外す時始まる。綾渚の公演枠はないんですよね。今年やったこの公演が俺たちのラストステージ。俺たちまだやり残したことがあるんじゃね。チーム譲り子としてまだしたいことがあるんだって。飛び込んでみよう、生徒も描く未来があるのなら、問いかける情熱で踊るだけ。高校2年の綾渚、チーム柊とチーム大鳥の皆さん、草原くんに南條くん、アゲハに僕、チームの垣根を越えた14人のカンパニーで挑んだ大きな大きな晴舞台。別の班のメンバーとして僕らとは違うステージに立ったチームメイトたち、同じ舞台に立っていなくてもいつもそばにみんなのことを感じるほど、どんなに高い壁にぶつかっても、何度立ち止まりそうになっても、ずっと支えて応援してくれました。そのおかげで僕たちはこのステージに立てたんです。俺たちだって同じ舞台に立ちたかったって思ったんだよ。だけどもう時間ねえじゃん。なのにお前ら涼しい顔してさ、なんだよ。てめえらの達成感想なんか知るか。でもそれでもてめえらに合わせてやろうとしてんだろうが、何かしてやりたいと思ってんだろうが、それだけじゃ不満か。入らないで、誰も邪魔しないで、僕だけの場所、気づくと出た扉の奥で夢に踊るよ。きらりふわり憧れの人、演じてみせる。やる、一緒に、仲間だから。喜び旅分け合い過ごした日々に、何か忘れ物した気持ちになっていた。できることがある、チームメイトのために。お前ほんと変わったね。そういうお前もだんだん好きになってきた。変わったでしょ、君だって。私みんなに守られていた、僕についてきてくれた、ここにくれた時もあったけど、レンを泣かしたい。泣かす？ドッキリ仕掛けて情に訴えて泣かせる作戦らしい。ドッキリ、一世一代の大芝居を打つ。俺たちが用意したお涙頂戴の台本でカッコつけてひた隠しにされたレンのセンチメンタルを引きずり出してやる。今日こそは、今日だけは、ここで白黒つけるまで、おしまいの強いハートぶつけるよりに何がある。やっぱり筋肉はないぜ、これだけは言っておくけど、この勝負もて波入ってんだ。 Let your life 心の火離れ照らす音声、テレの声も庭で焼く。うお、ハロウィンの時にサラブレッドが作ったこの世で一番やべえじゃこうなったんじゃねえか。うわ、大入り満員じゃん。アゲハたちは俺たち2年 MS 組の名誉のために頑張ってくれたんだ。その努力が今日ここで実を結ぶ。最初で最後のショータイム、筋書き通りじゃない。